今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋でございま す, 隊 長, す隊長でございます。てててててっといというのは、すいません、あの健康問題について健康問題ちょっとあの隊長と若干討論がしたいなと、というのは私、ダイエット20キロのダイエットに成功して、標準体重を手に入れたものの、若干コレステロールが高い。もともと身長173センチで、88キロから90キロぐらいあったんですね。それが今、68キロ。20キロ減。で、それを今、5年間キープしております。最初会った時です。で、おでぶです。ですよね。で、会員になった時はもうシュッとなってました、何か半年後ぐらいだったんですよね、はい、半年で痩せたんですよ。何かに目覚めたんでしょう、それは私はその、まあ、自己保存、エニアグラムでいうところの自己保存的っていうところが欠けてるなと思って意識した、自分に目を向けたことで、まあ、食べ物が変わったとか、そういうことかなと思って、体調が体を壊したって聞いた時に僕のなんかやってる健康法をね、当てはめようとしたんです。それは僕の健康法っていうのはその基本ダイエットから来ているので、いや炭水化物が良くないと、糖分良くないと、菓子パン食べちゃダメ、ジュースダメに決まってるじゃんっていうものなんですけども、ちょっと違うんですよね。そう、まあ僕の病気は IgA 腎症っていう病気で、はい、免疫の病気になったんですよね。だから自分の暴飲暴食が原因でなったわけじゃない ではなくて、多分昔からこの IgA 腎症、腎症というか IgA っていう免疫がこの辺にあるらしいです。この辺の免疫で、はい、なんかこう人間はこう何千とか何万とかっていう菌に感染してて、はい、日々、はい、でそれをこうやっつけるのが免疫じゃないですか、はい、でその免疫が強すぎてこうやっつけた後も出続けて腎臓を攻撃してるみたいな。でも要はその何かが過剰で自分の体を攻撃するっていう、免疫が自分の体を攻撃してるって、まあ、免疫の成分がまあ害を与えるみたいな、まあ、薬でもそうじゃないですか。副作用がある、はいはい、作用があって副作用がある、でだから飲みすぎると副作用でどっかをダメにするみたいなのが薬を飲まなくても人体の中で起きてる。なるほど。で僕はねその知らなかったのは、その逆っていうか逆ではない、腎臓をいたわるのと、僕でいうところの体をいたわるっていうのが若干やり方が違っていて、その僕あまり塩分は気にしたことないんですね。そうなんで基本気にしてるのは糖分なので、まあ、お菓子食べないとかジュースとかも基本糖分しか見ないんですよ。何か食べ物を買うときも基本見るのは糖分と筋肉の元になるタンパク質、いかにタンパク質が高くて糖分が低いかっていうとこしか基本見てないんですね。でも違うんですよ。そう、僕今見るのは塩分ですからね真っ先にっていうか塩分しか見ないぐらい。なるほど。塩分何グラム入ってるんだ。あ、なのでその病気になってから1日の塩分量が6グラムまで取っていいですよ。6グラムで足りると俺もう小さじないぐらいですね。小さじもないぐらいですね。ご飯食べに行くじゃないですか、はい、あ、ラーメン食べるじゃないですか。ラーメン食べに行きました。ラーメン食べに行く、はい、ラーメン汁まで飲むと9グラムとか。ああ、なるほど。で、まあ、ラーメンの汁に塩分が多いんで麺だけ食べれば2グラムとか。でも結構絡んでそうですね。絡んです、まあ、絡んだ分入れて2グラムとか 2. ちょっととかっていうぐらいなので、ラーメン食べるんだったら絶対汁飲まずに食べるみたいな。なるほど。で、まあそれぐらいですよ。だから味噌汁1杯1グラムとか2グラムとか入ってて、だから普通に食べると多分3グラム4グラムはいっちゃう。なるほど。ご飯食べると、なのでなるべくこう塩分を控えて。よくなんか日本人の食生活は一汁三菜とか言って、ご飯、お味噌汁、おかずで、なんかこの三角食べとかって言うじゃないですか、じゃあそれが3食だとアウトですね。アウトなんですよ。日本食、日本食
日本人ってもともと高血圧とか多いじゃないですか。はいはいはい。あれって塩分が高いからなんですよね。あの東北の人がだ、そうそうそう、あ、高血圧っていうのは、はい、まあ、塩分が高いから。塩分が高いから、はい、漬物があって味噌汁があって、はいはい、鮭があって、はいはい、で塩分が高いんですよ。なので日本人はもともとそういう高血圧とかになる人が多いの割合が世界的に見ても高いみたいな。でそれが食が欧米化してて肥満とかなが増えてきたんで、みんな肥満の方に、まあ、そっちがまあよりなんかピックアップされるというか、そう、そうなんか太ってきて糖尿病になってとか、先にそっちが来るんですかね。はい。なのでそっちがこう注目されてるっていうところで、だけど元々の和食は塩分が高いんですよね、漬物とか。はい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 。なんで体調とこういう話をしていて知らなかったのが、うん、基本腎臓っていうのは、うん、どんどん年を経るごとに傷ついている、うん、だから毎年 2% とか 3% とかは傷ついてる。それはちょっと僕知らなかったんですね、うん、でその 僕もその病院行って初めて先生に言われて知ったけど、まあでも120歳ぐらいまで持つ。でも逆に言うと僕はずっと 100% だと思ってたんですよ。ずっと 100% じゃない。だから僕の徐々に減ってるんですね、この強さ。そうそうそう。だから多分僕たちの年代でいくと、はい、もう 70% ぐらいになってるっていうのはちょっと驚きで、もしかしたら食生活が悪いと70もないかもしれないですね。70もないかもしれない、この45歳、うん、そうそうそう、はい、なのでただその急激に悪化することはそうないので、はい、10年とか20年とかかけて悪くなってくる。だから暴飲暴食をしてた人とかが多分20歳ぐらいから暴飲暴食始めて40ぐらいでちょっと悪くなってる、なるほど、みたいなところが途中で気づくことはあるのかな。10年で気づけば、まあ普通の人が、普通の45歳ぐらいの人たちが70だとしたら、はい、65とか60とかなってる可能性はある。で思ったのは、そのあ、腎臓って、ね、倒らなきゃいけないんだって、ちょっと僕は目が向いたんですね。初めてその、あ、塩分大切じゃんって。タンパク質、糖分だけじゃなくて、塩分にも目を向けなきゃっていうのと、ちなみに体調はその、自分の腎臓が何かおかしいのではと思った自覚症状はあったんですか？ないです。今もないです。じゃあなぜその、まあ僕はなんか健康診断。まあ、定期的な定期的な去年の12月ぐらいに受けた健康診断の結果が悪かったんです。はいはいはい。あの何が悪かったかっていうと、おしっこに血が混ざってるって。目に見える？目に見えないです。ああ、なるほど。目に顕微鏡で見ると見える、はい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 、けど、まあ、肉眼では分かんないです、はい、なので自分では全く自覚症状ない、痛いとかもないし、本当に全く自覚症状なくて、検査してその検査結果を見たら、なんか血液が混ざってますって、だから泌尿器科に行ってくれみたいな、はいはい、で泌尿器科に行ったんですよ、はい、で泌尿器科に行って、そしたら、まあ、血は混ざってるのはまあ間違ってて、はいはいはい、ただそれよりも腎臓が悪いよって言われて、腎臓が悪くなってるからすぐに大きな病院行って、もう怖い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 、はいはい、腎臓の数値が悪くなってるって言われて、はい、で行ったんですよね。でそしたら、そのさっきの多分45歳ぐらいの人、男性だと、まあ普通だともう 70% ぐらい機能があるはずだけど、もう 40% しかないよって。おお、なるほど。で言われて、はい、でその原因はまだ検査しないと分かんない、はいはい、まあ検査した結果、その IgA 腎症っていう免疫の病気だったんで。これは40までいったやつは50になったりするんですか？うん、ならないと思うんですよ。なるほど。そう。で、なので一度ダメージを受けた腎臓は治ることはない。治ることはない。そう。治ることはない。若干はあるかもしれないですね、はいはい。ちょっと数値の問題なんで、まあ要は腎臓から血が出血してる。はいはい、出血してるね。その血を止めてかさぶたが取れるは若干、なるほど、40が42とかぐらいまではあるかもしれないけど、それが60とか70みたいな正常値に戻ることはない。じゃあいかに今体調はこれをキープするか、うん、そうそう、これをキープするかで、まああと10年ですよ。10年あれば再生医療で治るだろうと僕の中ではあるので、まあ、10年間持たせればなんとかなるんじゃないか。なんでこれをまあ普通まだそういった症状がない人が見てたとしても、うん、あの
塩分に気をつけるっていうのは、この腎臓を守るためにはかなり重要です。かなり重要。いやっていうのはなんか健康ってね、まあ皆さん知ってるかもしれないんですけど、めっちゃ大事じゃんって45になった今思うんですけど、なんか昔はね、なんか太く短く生きりゃいいじゃん、かっこいいじゃんって若い人は思うと思うんですけど、この45になってくるとね、いやなんかもっと若々しいままでいたいっていうのがなんか当然のように出てきて、いかにこの健康な体でねずっといようかっていう意識にみんな向いてくるんじゃないかなと思って、病気になると向きますけどね。病気にならない時ですよね。で僕はこうやって話をしていて、あ、塩分ってめっちゃ大事ってちょっと思ったんですよ。なんで何か食べる時でもなんかちょっと塩分気をつけたりとか。だから僕の中でその腎臓病になって病院の先生とかからこういろいろこう聞いて思ったのが、バランスなんだなって。食べ物こうなんか何かばっかり取ると病気になる。塩分高いと腎臓に負担がくるとか、はい、お酒飲みすぎると肝臓にとか。なのでこうバランス重要かなって。なるほど。でもなんか僕やっぱりそのどちらかというとそのやっぱり太りたくないにとらわれているので、だからこう本当に健康っていくと多分バランスなんですよ。見た目とかじゃなくて健康。ああなるほどね。だからタンパク質の食べ過ぎも腎臓に負担がくる。まあそうなんですね。そう。だから肉とかはあんまりこう、ああそっかそっか。そうそう。まあ確かにある人の本だとそのプロテイン、あれ基本タンパク質の塊なんですけど、あれやっぱり良くないっていう人もいるんですね。だから腎臓っていう面でいくとタンパク質の取りすぎも良くないんですよね。なるほど。そうなんですよ。そうそうそう。要は腎臓が一生懸命タンパク質を分解する。とそう負担がかかってしまう。そう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 。だからいろんな臓器に満遍なくこう。なんで僕ちょっと痩せた時期は、タンパク質のプロテイン飲んでたんですよ。もうやめました。怖くて。はい、なのでこうやりすぎは良くないのか。いろんなことをこうバランスよくこう取っていくのが、いろんな臓器にこう負担を分けて長く持ちさせられるのかなみたいな。そう。なので、まあ、僕は今こう医者から言われてるのは塩分だけなんで、結構取りますけどね。肉食べたりとかしますね。はいはい。でも基本やっぱりコショウなら大丈夫とか。コショウなら大丈夫。でも塩はダメ。塩はダメではないですよ。1日 6g までなら、まあ、逆に取らないといけないですよね。塩分ゼロもダメなんで 6g 程度は取りたい。これは難しい。だから調整が難しいんですよね。で外食がダメとか言ってよく言うけど、外食がダメなのが何がダメかって、どれだけ何がどれだけ入ってるかわからないからダメなんだ。だから分かれば外食でも、揚げ物がダメとか なわけじゃないんですね。そうそうそう。その揚げ物に塩分がどれだけ使われているのか、でお店によって多分塩コショウの数が違うみたいなのがあるじゃないですか、はいはい、ステーキでも。なのでこうステーキ屋さん行ったら塩コショウせずに持ってきてくださいと。で味はこっちでつけるみたいな、でやれば全然問題ないし。そう。だから分かんないのがダメなんですよね。なんて、いかがでしょうか。はい。そう。どこに持っていくかですね。なのでバランス気をつけましょう。バランスも気をつけましょうなのか、これから、なんかこの健康チャンネルを続けるには、どんなものがいいか。どんなものがいいか。要はダイエットに振っていこうとすると、多分その、まあでも他やってますもんね。あ、例えばバランスだと思います。若々しく、若々しく。だから糖分も取りすぎちゃダメなので、どうこれちょっと編集するかなんですけど、どう最後切るかですよね。まあ、どこでどう締めるか。そう、どう締めるか。どう思います？締め方がなんか。第2回やるとしたら、なんですかね、みんなでもダイエットに目は向いてる気はしますけどね。
他なんかやってることってあります？豆食べてます。だからその太りやすい腎臓、あ、まあ、薬のせいもあるけど、薬飲むと太りやすい、はいはい、ステロイドやってて、ステロイド飲むと太りやすくなるから、摂取カロリーには気をつけろってやってるんですね。なので、うん、要は糖分も気をつけるじゃないですか、糖質とか。太りすぎはやっぱ良くないんですよね。太りすぎは良くない、まあ、要は糖尿病になってしまう可能性がある。ステロイドをやったことで吸収率がすっごい高くなって、はいはいはい、で食欲もすごく湧いてくるから、なるほど、糖尿病になりやすくなるから、糖尿病になったらそれはそれでまた腎臓に負担がかかる、違う、また違う問題が出てきますね。っていうので気をつけてくださいっては言われてるので、すっごいお腹すくんですよ今、はいはいはい、だからすっごい食べたいのを豆とか食べで、こうどんどん食べちゃうから、時間のかかる落花生をポリ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 見て、僕はよくその節分の豆をおやつで食べてるんですけど、うん、そうそう、節分の豆だと食べ過ぎちゃうんですね。食べ過ぎちゃう、あっという間なくなっちゃうと、それはそれでまたもっと食べたいってなっちゃうので、もうなるべく時間がかかる、めんどくさいやつ、めんどくさい落花生を剥いて食べてるんですよ。栗買ってきたり、ピスタチオとかくるみ割ったりとか、くるみがあるのは大変、はいはい、っていう、こう1個食べるのにすごい労力がいるものを食べてる。で今一応体重もキープ、一応体重も何とか、そう、だから太る、太りやすい、みんな 2,3 キロは太るみたいなことは、はいはいはい。ここでなんか体重とか言います？体重とか次回ぐらい、体重計持ってきて、なんか乗ってキープしてます、キープしてますって、はあ、っていう、はあ、なんか健康的な情報も、なんか、まあ、運動とかもあるかもしれないですね。街ブラですね、そうなると、うん、運動ネタ多分なんかやってらっしゃいますね。やってないですけど、今も歩いて通勤してる。何キロぐらい？片道 1.5 キロぐらい。まあでも15分ぐらい、うん、15分20分ぐらい。なるほど。でもその腎臓、あ、9月とか10月とかマラソン大会があったんで1日4キロぐらい走ってましたけど、ね、そういう体の負担は問題ないんですか？やりすぎは良くない。フルマラソン出るとか言うとちょっとやってください。あ、でもフルマラソンってよっぽどじゃないですか。まあうん、基本は出ようと思いませんよ。普通に生きてれば普通に、はい、だからそこまでこう激しく激しい運動はあまり良くない、はいはい、だからウォーキングとかジョギングぐらいなら全然。なるほど、うん、まあ、あの、うん、健康大切、健康大切で、何か健康に対しての情報も言えればなって、うんうん、そうですね、まあ体エニアグラムタイプ6的には、うん、基本ホリエモンさんも、うん、大きなものにすがるわけじゃないんですけど、うん、基本時間、うん、あと健康、健康っていうのを挙げてる、いや大切なものとして、うん、いかにこの健康をキープするかっていうのは、うん、これから、うん、生きていくにあたってですね、うん、重要かなと、うん、寿命は伸びますからね。そう、その時にあの健康寿命が伸びてるからですよね、うんうん、そう、なんかこんな動けない状態でテクノロジーでね、どん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 こう寿命が伸ばされてるみたいなところがあるじゃないですか、はい、だけどその予防で長生きしてもみたいな、そう、やっぱちょっとやっぱかっこいいくいたいんですよね、うんうん、はい、セクシーに、セクシーに、セクシーに、はい、セクシーに生きるための健康講座、健康講座をまたお伝えしたいと思います、はい、ネタを探しつつ、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。